午前中お疲れ様でした。子供のまーちゃんです。先に、登録ボタンと、もしよかったらグッドボタンお願いします。では、強くするお言葉。体の強さと心の強さ。体の強靭な人が心までその体の通り強いというのは、むしろ極めて稀な事実で、何かの動機で体の強さを失うと、同時にその心の強さも失われるという相対的の強さであるのが普通の現象である。午後もポジティブに集中して頑張りましょう。それではじゃあねー。